かりとトロフィーを手に取り、どうぞご挨拶をお願いします。皆さんこんばんは、岸由紀乃です。このような歴史ある賞をいただけてとても嬉しいです。ありがとうございます。岸由紀乃さんの3ヶ月間のボクシングトレーニングといったものに監督も一緒に付き合ったんですって？はい、そうですね。岸井さん、そうなんですか？この賞を片手で持つにはとても重くて筋トレを思い出します。あ、そうですか。あのボクシングのトレーニングはあの監督に一緒についていただいて。それっていうのはあの週に1回とかそういう感じだったんですか？あ、じゃあ、 あの福島プロデューサー、はい、あ、ここで喋る。あ、そうか、ここで。あ、はいはい、そうっすか。はい、いや、最初の方はありがとうございます。もう本当に週3とか4とかあのロケハンが始まる前までは監督も一緒に、はい、一緒にトレーニングしていただきました。そんな監督さんいますか？いません。ですよね。監督なぜそれをやったんでしょう？いや、そうですね、ボクシング経験全然 なかったのでやらないことにはその、ね、OK だの NG だの誰が言うんだっていうのはありましたけれど、本当にやってみて楽しかったんです。でそれからボクシング指導をやっていただいた松浦慎一郎さんが本当に素晴らしい人物で、なんかそこでもう岸井さんと松浦さんと過ごしている時間が楽しくてしょうがなかったので気づいたらやっていたという。